ジャパネット、ジャパネット、ふわふわ、夢のジャパネット、歯型。北の町から南の町まで素敵な夢を届けます。心始まる、なんとか生活、電話一本叶えます。ジャパネット、ジャパネット、ふわふわ、夢のジャパネット、歯型。でるでるでん。ですね、このジャパネット歯型第2回でございます。はい、このコーナーのオープニングあとエンディング結構気に入ってます。なんでこのコーナー頑張っちゃおうかなと思って、ってことで歯型社長なんでちょっとネクタイ、社長っぽいネクタイしてみました。はい、下には歯型、これめちゃくちゃ高いネクタイなんですよ。もらったんですけど、どこだっけちょっと忘れちゃったけど、海外のですね、海外のドイツだっけ、めちゃくちゃいいネクタイです。はい、ということで今回ジャパネット博多第2弾でございます。はい、ですね、今回紹介する商品はですね、実は、まあ、僕が昔から使ってる愛用してるっていうものではないです。まあ見たことはあるんだけど、まあ、使ってはいなかったで、実際使ってみたらすごい良かったんで、今回皆さんと、情報を共有できたなと思ってます。はい、これです。わかりますか、ゴムのグローブですね。どこにでも売ってるようなゴムの手袋、これはドンキで買ったのかな、まあ、たまたま家にあったんですけど、500円ぐらいかな、500円ぐらいで買ったんですけど、これがめちゃくちゃ筋トレに使えます。なんとなく想像つくと思うんですけど、そう、滑り止め、デッドリフトとか、あと懸垂とか、ラットプルダウンとか、あね、そういうダンベルとかバーベル引く系のトレーニングにめちゃくちゃ使えます。ジムでは全く見ないですよね。なんかトレーニンググローブしてる人は見るんですけど、ゴムのこのこういうグローブをしてる人は見たことないです。まあないっていうか、ほぼいません。でですね、これ家で探してみたらたまたまあったんで使ってるんですけど、使ってるっていうか今はめてるんですけど、昨日探す前にちょっとコンビニに行って買ってきちゃったんですが、これまあ同じものですよね。これ、ライトグリップ、まあ、僕手が大きいから L サイズ、薄くて柔らかい、背抜きで蒸れにくいって書いてあります。本当にこういうなコンビニで売ってるようなこういうゴムのグローブでいいんですよ。まあ、これは200円とか300円、2、300円で買いました。確か250円ぐらいだったと思うんですけど、安いもんですよ。今してたこれとまあ同じですよね。そうで、これを普通にはめてトレーニングするっていうところまでは誰でも想像ができるんですよ。だけど、まあ、昨日140キロのデッドリフトをこの友達がしてたんで、ちょっと使わせてもらって、はめさせてもらってやってみたんですよ、デッドリフト。そうしたらまあ軽いこと素手なのにめちゃくちゃ軽かったです。グリップが外れる心配もないし、握力が、まあ、1回しか上げてないんですけど、なんかすごい腕が疲れるような感じもなかったんですよ。これは使えるなと、なんか中で滑るような感じもなかったんですよ。これめちゃくちゃ使えますよ。トレーニンググローブなんか買うよりも全然こっちの方がコスパいいし、絶対こっちの方が滑んないですから。で、洗いやすいしね。しかも安いからたくさん買って洗濯して使い回すこともできるんですよ。今日はこれ、明日はこれみたいな、2、3個あったらもう完全ローテーションできるじゃないですか。普通にこれをはめてトレーニングするってとこまではまあ常人でも誰でも思いつく。で、だけど僕はね、こっからこれパワーグリップもう併用して使っちゃおうかなと思ったんですよ。多分これすごいことになると思う。まあ、今日ちょうど背中の日なんですよ。なんでデッドリフトをやるときにですね、これを手袋をグローブしてパワーグリップしてやったら、いや、ものすごいグリップ力、摩擦力が生まれて、とんでもない重量引けるんじゃないかなって思ったりしてるんです。そう、これですよ。これやばいよね。ちょっと今考えただけでも興奮できちゃったよ。これやばいよ。ゴムでしょ、手もゴムだし、このベロもゴムだし、巻きついたらもうこれ離さないよ。これで、また自分の指でもこのベロを掴むじゃないですか、巻き込むじゃないですか、デッドリフトで。これやばいですよね。こりゃ今日のデッドリフトは楽しみです。ちょっとマックス測っちゃおうかなって思ってるんですけどね。で、もしまあパワーグリップ持ってない人はこういう、まあ、これも持ってる人あんま今使ってる人ほとんど見ないですけどね、これリストストラップっていうんですけど、これも握力補助で使うアイテムです。若い人はあんま使ってない印象ですけどね。なんか
もうちょっと僕よりも上の世代の人が使ってるこのパワーグリップがまだ世に出回ってない時に筋トレを始めてる人がやってる人が昔はこれ使ってたと思います。これもダンベルにこの長いベロを巻き、ベロっていうかこれを巻きつけて滑んないようにしてデッドリフトとかやってるんですけど、この手袋との併用がめちゃくちゃ相性いいと思います。ちょっとすごい発見でですね、なんか簡単に思いつきそうだったのに全然思いつかなかった。まあ僕の通ってるジムでも使ってて2人でいつもしてるわけじゃないんで本当にめったに見ないんですよ。だけどこれはちょっとやばいですよ今日。まあせっかく昨日間違ってこれ買い足しちゃったんですけど、まあこれとこれでちょっとローテーションして使っていこうかなと思います。これも、まあ、たくさん種類があったんで自分でちょっと触ってみて一番なんか摩擦力の強そうな手袋を買ったんですけど、こりゃいいっすよ。そう、安いし、まあ、破けたってまた買えばいいし洗濯も簡単だし、そう、これを使って握ってる感じとしてはもう一回つけるか、なんか液体チョークってあるじゃないですか。液体チョーク、パワーリフティングの大会とかで塗る滑り止めなんですけど、僕がこれ使ってんの、まあ、前の動画でも紹介したんですけどマムートっていうクライミングの世界では有名な液体チョークなんですけど、これを手に塗ってこうやって伸ばすと手が白くなってそれで、滑らなくなるっていうアイテムなんですけど、それを使ってるイメージに近いですね。これは体感的にはだけど、まあ、手も汚れないし安いし、しかも汚れたら洗えるし破けてもまた買い足せばいいし、これはいいと思います。で中で滑らないですよ、なんか中ずれしない、そうずれたりしないですよ意外と。なんでこれは使えますよ本当に。ちょっと、まあ、僕は、まあ、今日初めて自分ので使ってやるんですけど、なんかデッドリフトだけじゃなくてもなんか他のローイングする種目とか滑らないから重量が伸びたり、もしかしたら筋肉に効かせやすいとかそういうのもあるかもしれない。もしかしたらこれ僕のせいで広まっちゃうと思う。これそう広まっちゃうかもしれない、僕の動画を見た方々が真似して、まあ、これをなんだろう、これがこういう手袋をジムで してる人がいたら、あきっと僕の動画見てくれたんだなっていう風に思うようにしときます。はい、いや多分これ本当に流行ると思う本当に。まあ見た目がかっこよくないのはあれなんですけど、最近のなんだろうねトレーニングしてる人ってのは見た目をすごい重視するんで、なんかおしゃれな方がいいじゃないですか。やっぱりやるんだったらかっこいい方がいいから、こんななんかね作業の時に使うような手袋なんてみんなしたくないと思うんだけど、そういう人はいいよ使わなくても。で僕は使うから、使ってどんどん高重量扱ってでかくなっちゃうから、そう、まあ、もしなんだろうな、そういう見た目なんてどうでもいいっていう、でかくならいいんだよっていうような人は、まあ、ぜひ真似してみてください。これはちょっと筋トレ界に僕が新しい流行りを作ってしまうんじゃないかって結構ワクワクしてます。これ安いんで、そう、これは昨日、近所のローソンで買いました。ローソンで250円ぐらい、安いもんですよ。どれも損害でした、いろんな種類あったけど。でこれはドンキホーテで買ったんですけど、ちょっと高くて500円ぐらいしたと思うんですけど、ちょっと買ったのが1年ぐらい前なんで忘れちゃいましたけど、そう、これはすごい流行りになると思う。はい、ぜひ皆さん真似してみてください。はい、ということで今回は、そう、今回のジャパネット博多は、ゴムのグローブのご紹介でした。どうもありがとうございました。はい、ということで失礼します。なんだっけジャパネット博多のフリーダイヤル01207777の777商品買ってね今すぐに、てててん、フリーダイヤル01207777の777
商品買ってね、今すぐに。でででん。